Hey guys, my name is Kwami, どうも Kwami です。よろしくお願いします。本日はこちらの扇風機、壁掛け扇風機を取り付けていきます。メーカーはテクノス、型番は KI-W289 というものです。これは実は去年買ってあったんですけど、私が怠け者のために、開封せず、保管しておりました。絵にある通り非常にシンプルな扇風機です。説明書きを読みます。お休み時も安心、オフタイマー、タイマー付きなんですね。はい。引き紐スイッチで風量切り替え、首振り操作。あ、いいですね。ムラの少ない風を届ける6枚バネ。左右に風を送るワイドな首振り。フラットガードデザイン。ちょっと一番驚いたのはタイマー付きっていうのと、まあ、タイマーあるか、普通の扇風機でも。で、引き紐スイッチで首振り操作できるっていうのがいいなっていうふうにね、思いました。背が高くない人もこれで安心だなっていうふうにね、私の妻なんですけどね。うん。はい、じゃあ、開封して、取り付けを行っていきます。で、まず、本体というか、このね、商品、ね。と、あとね、一応、工具など紹介します。一応、下穴開けるかもしれないんで、デンドルじゃなくて、ドリルと、これが、デンドル、まあ、インパクトドライバーです。で、これが、まあ、いわゆる、針刺しというもので、下地どこたくんという名前でしたかね、確か。で、これが下地センサー。で、これ、プラスのフィリップスの2番ですね。はい、じゃあやっていきます。So today I'm going to install this, fan. Japanese traditional fan on the wall. Okay, I will put this one in my, baby's room. Okay.Why I decided to buy this one is because、my son loves to break so many things. I don't want him to touch anything. So this type of、fan is good for babies, I guess.、they cannot touch、this fan because、fan is put on the wall.So it means、they cannot reach. Anyway, I'm going to open and、install this one. Okay, anyway, later. はい、それではちょっと開封していきます。まあ単純なただ単な扇風機なんで別に見なくてもね、いいかな。羽とガード、あとこちらが本体です。で、取り付け金具が説明書と一緒に入ってます。はい、そんな感じです。じゃあ早速やっていきます。はい、これで組み立て完了で、位置を見ていきます。はい、この取り付け金具を使って、下穴位置を決めます。で、このね、このブラケット。っていうんですかね、この金具の穴にボールペンを入れて下穴のマーキングをします。で、終わったらこのドリルで下穴開けてネジ打っていきます。はい、じゃあ、このね、取り付け金具ブラケットを、打ち込んで壁にね、取り付けていきます。
こんな感じでね、壁にね、取り付けました。ではここのブラケットに扇風機を差し込んで設置完了としたいと思います。ちょっとね、赤ちゃんの声が入ってますけど、我が家にはちっちゃい子がおりまして、何もできませんのであしからず。はい、じゃあ差し込んでいきますね。よし、これでいいかな。はい、よしよしよし。いや、涼しい涼しい涼しい。できましたよ、できましたよ。どうですか？いい感じ。いい感じだね。暑い、空調服着てたんだけど暑い。エアコンつけましょう。はい、ということで、設置完了。大したことない動画だけどね。はい、ではご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。 Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel. Leave me some comments. 音楽聞きたいじゃないか。 Thank you. I just finished installing this fanOn the wall. On the wall fan. I don't know. Okay. It is nice. But unfortunately, I cannot adjust the angle as I want. Anyway, this is the lowest angle. Unfortunately, this is the max. So, I cannot do anything.Okay, anyway, thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Leave me some comments. はい、じゃあご視聴どうもありがとうございます。噛んじゃった。はい。では失礼します。バイバーイ。